そんな自信をつけてくれる女性を男性はほっとかないということですね。はい、皆さんこんにちは、りゅうきです。今日は男性がずっと愛したくなる女性についてお話ししていきたいと思います。大好きな彼がいると、これから先も彼から愛される女性でありたいと思いますよね。では男性からずっと大切にしてもらえて、愛してもらえる女性になるにはどのようにしたらいいのでしょうか。彼から愛される女性になれば、これからも幸せな毎日を送ることができますよね。ですから今回はそんな方のために、男性がずっと愛したくなる女性の特徴についてお話ししていきたいと思います。今回紹介するポイントを押さえて、ますます彼に愛されてください。ではまずこのようなご質問を LINE の方でいただいたのでご紹介させていただきます。ゆうきさん、ご質問があります。ずっと愛される女性になりたいのですが、ずっと愛される女性ってどんな人と考えると、いまいち自分の中ではっきりとわからないんです。彼は私の見た目がタイプだとよく言ってくれます。でも最近30代の後半も過ぎた頃から顔のシミやシワが気になってきました。将来もっと老けてくると思います。彼が年がいった私を愛し続けてくれるかどうか正直不安です。結婚して子供が生まれたら今の状態をキープし続けるのは難しいと思っているんです。こんな時どんな女性が愛されるのかわからないので、ぜひ教えていただきたいです。よろしくお願いします、というご相談です。ありがとうございます。なるほど、まあ、そうですね、気持ちはわかります。ただずっと愛されるっていうのって、もちろん外見的な要素もあるんですが、内面的な要素がとても大きかったりします。まあ、付き合いが長くなればなるほどそうですよね。なので今から男性がずっと愛したくなる女性の特徴についてお話ししていきたいと思います。男性がずっと愛したくなる女性の特徴7選です。まず1つ目です。1つ目は放っておけないになります。男性はなぜか放っておけない女性を愛おしく思います。つまり愛される女性になるには、男性が放っておけなくなるような存在になることがポイントなんです。何事も完璧にこなすより、少しおっちょこちょいな面があるくらいの方が愛おしく感じるんですね。おっちょこちょいすぎるのは問題ですが、少しおっちょこちょいぐらいがちょうどいいと思います。一生懸命頑張っているのにミスをしている時なんで、ついつい手を差し伸べたくなります。男心をくすぐるんですね。可愛いどんくさい姿が愛されポイントになると思います。そして二つ目です。二つ目は支えてくれるになります。縁の下の力持ちという感じでしょうか。男性は女性に支えられているという実感があると、ゆとりを持って過ごせるようになるんです。まあ一人で戦ってますからね。それにそんな女性には母性を感じたりもします。だから安心感を得ることができるんですね。彼に自信を与えられるのもポイントです。つまり彼を支えている女性は相手の人生に好影響を及ぼしているわけです。その結果彼からの愛情が深まって、ますます二人の絆は強くなっていくということですね。そして3つ目です。3つ目は日頃から感謝の気持ちを伝えているになります。日頃から感謝の気持ちを伝えてくれる女性って、男性に愛され続けるんですよね。相手がしてくれることに対して当たり前にならない人で、ちょっとしたことでも感謝を伝えられているということです。ですからこれはちょっと意識して、ちょっとしたことでも感謝の気持ちを伝えるようにしてみてください。すると男性もそんな女性を大切にしていきたいなと思います。男性は彼女の役に立って感謝されると嬉しいですからね。逆に感謝されることで自分が彼女の役に立っていることを確信できるから喜ぶということでもあるんです。そして4つ目です。4つ目は男として見てくれるになります。これは男性的にとっても嬉しいですね。男として見てもらえないのが男性にとって一番悲しいからです。ですから男として見てくれる女性とはずっと末永く一緒にいたいわけです。自信もつきますしね。そしてパートナーを男として見ている女性は女性らしく振る舞いますよね、無意識の領域で。なので女性として見られたりするんです。そういうところから男性はその女性をずっと愛したくなるということです。そして5つ目です。5つ目は男性に対して一途な女性になります。彼に対して一途な女性は男性からも一途に愛されるでしょう。それができる一途な女性は男性にとって安心して一緒にいられる存在ですからね。だから多くの男性にも愛されるわけです。そして一途に愛されることで男性は自信をつけることができます。そんな自信をつけてくれる女性を男性はほっとかないということですね。一途な女性と浮気の心配もありませんからね。そして6つ目です。6つ目は損得感情がないになります。一般的にはギブアンドテイクが主流かもしれません。ですがずっと愛される女性は損得感情で動かないんですね。自分がしたいからという愛から動こうとするんです。だから相手から愛されるんです。この世界って自分の出したエネルギーがそのまま返ってきますからね。ボールの壁当てみたいな感じです。すなわち愛を出せば愛が返ってくるわけです。宇宙の法則です。つまり損得感情ではなく愛からの〇〇してあげたいと思えると素敵な関係が築けるということですね。
そして7つ目です。7つ目は、けなげであるになります。けなげな女性って男性は好きなんですよね。そんな女性は何事にも一生懸命に真面目に行動したりするんです。そしていつも笑顔で頑張っています。そんな姿を見て男性ってその女性を守りたくなるんですね。でもそんな女性は好きな人のためならと頑張ります。尽くし方は人それぞれ違いますが、恋人のために自分磨きをしたり、苦手な料理を作れるようにしたり、頑張ったり相手のためにまっすぐ努力するということです。そんな女性は男性に愛され続けるということです。以上が男性がずっと愛したくなる女性の特徴7選になります。いかがでしょうか。まとめますと、まず1つ目が放っておけない。そして2つ目が支えてくれる。そして3つ目が日頃から感謝の気持ちを伝えてくれる。そして4つ目が男として見てくれる。そして5つ目が男性に対して一途な女性。そして6つ目が損得感情がない。そして7つ目がけなげである。になります。男性がずっと愛したくなる女性の特徴7選。ぜひ参考にしてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。LINE の方ではご相談の方をお待ちしております。概要欄の方に URL を貼っておきますので、ぜひご登録ください。LINE をご登録いただきますと、男性心理と宇宙の法則をマスターし、理想の出会いと彼との結婚を引き寄せる3つの決め案をプレゼントさせていただきます。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。励みになっております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。皆さんの幸せを心よりお祈りしております。